心。なんでござるか、カオル殿。何よ、その警戒した目は。いや、ここでのカオル殿は本編と少し性格が異なる気がするゆえ、心構えが必要で。まあ、そんな言い方されたら私だって激おこぷんぷん丸だわ。古っ。いや、今は明治だから逆に新しいのか。どっちにしろ面倒くさい。何ブツブツ言ってるの。どこにいようと私は私よ。剣心もいつものように爽やかな対応してちょうだい。それは確かに。いや、申し訳ござらん。分かればいいの。じゃ、最初からやり直すわよ。剣心。なんでござるか、カオル殿。忘れちゃった。どっと疲れるでござる。あ、思い出した。次回第4話は喧嘩の男、相良左之助ですって。カオル殿、それ一番重要なやつ。デペロ古っ。いや、逆に、あー、もう